貸切所の例鎌ヶ谷観光バス有限会社は、千葉県鎌ヶ谷市に本社を置くバス事業者である。本業である貸切バスのほかに、同市のコミュニティバス、非競号の運行住宅、住民主導型路線バス、生活バス千葉2の運行を行っている。公益社団法人日本バス協会の会員には、なっていない。生活バス千葉に向この区間は、国道464号が、 北総鉄道北総線及び京成成田空港線と完全に並行しているが北総線成田スカイアクセス線が高運賃で問題となっていることを背景に住民参加型路線として地元の住民の提案を受けて運行する低運賃の直行バス2013年10月に印西市の住民グループが鎌ヶ谷観光バスの協力で 高花地区新加茂谷駅間の直行バス運行の社会実験を実施した。この結果を受け、2014年4月の運行開始を目指したが、実際の運行開始は同年6月9日からとなった。千葉ニュータウン中央駅新加茂谷駅間では、北総線、成田スカイアクセス線の運賃が560円のところ300円の設定で、需要喚起を図っている。なお、 運賃支払いは現金化、専用回数券、定期券のみで交通系 IC カードの利用はできず、現金の場合も車内両替機を設置していない。月曜日引く金曜日のみの運行で、道路混雑による定時制の点から土曜日、日曜日は運休となる。朝夕は1時間あたり2本、日中は1時間あたり1本で、1日の運転本数は、 千葉ニュータウン中央発23本、新鎌ヶ谷発22本。月曜日引く金曜日が祝日となる場合は1日中、往復の祝日ダイヤでの運行となる。いずれも2017年7月開設。両、ルートとも、土曜、日曜を含む毎日運行され、直行ルートが運休する土休日には来た。環状線ルートが、その代替となる。千葉ニュータウン中央駅で、 両ルート間の乗り換えがしやすいダイヤ編成となっている。どのルートも車両は主にイスズエルガミを使用し、外観デザインは水色に老人、大人、子供の3世代の人々が手をつなぐイラストを配したものになっている。日野、ポンチョも在籍している。鎌ケ谷市、コミュニティバス、気境合再生生生活バス千葉に、う関連。ありがとうございます。